今月の24日には、ハーフマラソンのコースの一部にもなっている蕪島と種差海岸が三陸復興国立公園に指定されるという記念の年の大会でもあります。今大会が記憶に残る思い出の大会となるよう記念申し上げます。先生、私たちランナーは絆を強くし、ウミネコが鳴く美しい潮騒コースを、そして生涯現役ランナーを生み出し楽しく走ることを誓います。伊藤浅野さん、5位が新潟県、新井亮